イズが合わなかったわ。大丈夫かな。ボソボソやばい。成功して成功して。マジで頼むから。あげた。お帰りなさいませ、ご主人様。怖いんだけど。こんにちは、くまみきです。今年もこの季節がやってまいりました、バレンタイン。毎年この季節になるとですね、成功するのか失敗するのか震えております。というわけで今年も練習が本番、本番が練習というぶっつけスタイルでやっていきたいと思います。でですよ、今年はついに渡すお相手がいるということで、こんな感じのを作ろうと思ってます。カップケーキの上にガナッシュが乗ってで、ちょっとチョコを使ってムー君を作って飾ろうみたいな。私今これ撮り始めて気づいたんですけど、むちゃくちゃ愛が重い。大丈夫かなこれ。もうやるけど、やりますけど、惹かれないかな、大丈夫かな。でも成功すれば、これちょっとオリジナルな感じのカップケーキやりたいんだよねっていう方の参考になるかもと思いますので、頑張ってやってみたいと思います。で、土台となるカップケーキの部分と上のガナッシュのところは、見つけたんだよね、ガーナのページにあったので、それを参考にしたいと思います。動画の概要欄にもねリンクを貼っとくんですけど、材料はこちら。まずこちらがケーキの部分の材料になります。そして上のガナッシュの部分の材料がこちらです。で、飾りのチョコレートの部分はまた作る時にね、いろいろ買ったものを紹介しようと思います。それではやってみよう。じゃあまずは生地からやっていきます。チョコをね、細かく刻んでねいかないといけないんですけど、これが大変ですよね。頑張って刻みます。あとは無塩バターは室温に戻しておくのと、薄力粉とベーキングパウダー合わせてふるっておきます。チョコレートは50度ぐらいの湯煎で溶かして、で、一回人肌ぐらいまで冷ますとのことです。私何年もね、チョコレートいじって分かったことがある。いっぱいいじらないでちょっと置いといた方が溶けやすい気がするんだよね。どうですか、チョコやってる皆さん、どうですか。はい、いい感じに溶けました。バターを柔らかくしていきます。なぜ私もう土雑なんで、ちょっとチョコ残ってるヘラ使っちゃいます。こんぐらいなら大丈夫かなと思って。こういうのが失敗の元なんでしょうね。やばい、フラグ立ちませんようにマジで。あとオーブン予熱入れました。うん、いい感じに柔らかい。で、お砂糖とお塩を入れてちょっとなじませて、泡立て器で白っぽくなるまですり混ぜます。卵を何回かに分けてちょっとずつ入れて混ぜます。分離が怖いので、まあ最初は本当にちょっとずつやります。怖いよ、腕がもげそう。これはギリセーフなのだろうか。もし分離しそうだったら、合わせといた薄力粉とベーキングパウダーちょっとだけ入れて混ぜると立て直しができるらしい。ちょっと入れとこ。ここでさっき溶かしたチョコ投入です。わー、なんか急に美味しそう。で、ここにふるっておいた小麦粉とベーキングパウダーを加えて、これ半分ぐらいでいいのかな。なんかこれとね、牛乳を交互に加えて都度混ぜてやるの。少しずつってことですかね。とりあえずやってみましょう。ぐるぐる混ぜかな。これはぐるぐる混ぜだったか。あ、うん、混ざる混ざる。牛乳、ちょっと混ざるか心配。あ、いい感じな気がする。ちょっと牛乳先に入れちゃおう。残りの粉も入れちゃいます。そしてここに最後残りのガーナ加えます。このタイミングで足すんだみたいなね。なんか謎なんですけど、初めてこういうパターン。キャー、美味しそう。いい感じに混ざったんじゃないでしょうか。で、今回の型なんですけど、ダイソーでこちらを購入しました。こういう赤とピンクのカップとクマさんのカップです。でさ、この前スリーコインズで買ったこの入れ物にね、せっかくだから入れて使おうとか思ったらね、ちょっとサイズが合わなかったわ。少し浮いてる感じになっちゃったから、まあこのまま普通に使います。これ使いたかったな。まあでもこれね、このまま普通に入れて焼けますってやつなんで、わざわざ使わなくてもいいんですよ。ただ使いたかっただけ。使うタイミング失った。じゃあ入れていきます。結構量があるんですけど、どうかな。一回ね6個入れてみたんだけど、なんか少ないなと思って、1個ちょっともったいないけどなしにして、その分振り分けました。これでいけるといいな。うまく、どうなんだろう。いつもこのさ、膨らみ具合が難しいんだよね。あとちょっとこれ入れたい。レシピには入ってないんですけど、
ど、オレンジピール、これもダイソーでね見つけたから、ちょっとこれ入れたい。これをちょっと真ん中にトーンしていきます。トーン。これ中に埋めなくてもさ、焼いてたら沈むみたいなのなんかで見たんですけど、本当かな。やってみちゃうよ。あ、これなんか散らばっちゃったチョコとねオレンジピールの組み合わせ大好きなんですよ。まあ、別に沈まなくても美味しいでしょう。よし、準備できました。これで焼きます。ちっとも沈まなかったまあいいや。まあ上からクリームしちゃうから隠れちゃうんですけどね。うん、あとなんかオレンジピールのとこなんかもうじわじわして飴みたいになってる気がするんだけど大丈夫かな。まあいいや、これで冷ましますじゃあ続いて上のクリーム作っていきたいと思います。ピー、ホワイトチョコを刻みました。で、生クリームを温めます。生クリームを沸騰させたのを入れます。ちょっとだけなじませて置いとこっかな。すぐ溶ける気がする。あ、すぐでした。とってもすぐでした。ゆっくり混ぜていきます。で、ちょっと粗熱を取っていきます。粗熱取れたので、今度はこの氷水にねつけながらとろっとするまで混ぜます。だってどんくらいだろう頑張ります。やばい、やりすぎてちょっとモソモソになっちゃった。なんとかなるかな。絞り袋に入れていきますボソボソ、やばい、やばいかな。失敗したってバレるかな。いや、なんか全然ね固まる気配ないなって思って、なんかずっとシャバシャバっていうか角立たないわ、これじゃあ絞ったらすぐダラーンだわみたいな状態が長くって、無心でやってたらね突然ボソボソってしました。なんで？ちょっと試しに絞ってみます。なんか絞れる硬さじゃないんだけど、おら、あ、失敗だこれ。見てください、この絞ったボソボソクリームひどいでしょ。味は美味しいんだけどね、見た目がこりゃさすがにやり直しだわ。時刻は夜の10時を過ぎました。普段でしたらお風呂に入って寝る準備をする時間でございます。なぜ私のバレンタインはいつも罰ゲームのようになってしまうのでしょうか。おかしいんだよな。普段からお菓子作りどちらかというとやるタイプだと思うんですけど、バレンタインの時だけやったら毎回失敗するんだよな。きた、今回はいいところで止めた。ぐるぐるってやってヒューってやったら角が立つ。ここで止めとく、ここで止めとけよ。ちょっと試しに絞ってみますね。あ、いい感じ、ちゃんと形も取れるし、やったできたできた。クリームは一旦冷蔵庫で冷やして飾りです。やっとここまで来ました。飾りはですね、じゃん、こんな感じでイラストを描いたんですけど、これをクリアファイルに挟んでペタッでして、透明で見えづらいと思うんだけど、こういう袋、これの端っこを切ります。端っこっていうか袋になってるからくっついてるところを切り落として、一枚一枚のペラペラにします。別に2枚重なっててもいいんだけど、もったいないんで切って使います。あと内側の方がねこう触ってないから綺麗かなと思って、はい。で、このペラーンってなった方の内側だった綺麗な方にテープ貼って、で、今のイラストの上に貼ります。イラストクリアファイル透明のっていう感じですね。下も貼ります。はい、こんな感じで3つ作ったんですけど、まあ3つあればいいかなと思って、ケーキ5つあるんだけど3つ書いてみて一番良かったの使おうと思って3つ用意しました。これにね上からチョコペンで書いて固めてペッて剥がしたら飾りができるっていう感じでやっていきたいと思います。で、これクッキングシートでもいいんですよ、この透明なのじゃなくて。いや、昔ねクッキングシートでやった時、なんだろう、水分吸っちゃったのかわかんないけど、なんか時間
間経ったらね、クッキングシートがうにょうにょってなってなみなみな仕上がりになっちゃったので、こういう透明のビニール的な黒 OPP っていうの、そういうのがいいかなと思って今回これでやってみます。で、そう、ダイソーでね、いろいろ買ったんですよ。じゃーん、チョコレートペン。この季節はすごい豊富に売ってますよね。白、レッド、オレンジ、ブラック、ピンク、チョコっていうのを買いました。ちょっと全部使うかわかんないんですけど、楽しくていろいろ買っちゃった。あと水色とかグリーンとか、ほんと変わった色のものもめっちゃありました。あとは普通の板チョコもね、ホワイトチョコとブラックチョコを使うかも。ホワイトチョコは使うかな。ブラックチョコはちょっとチョコの硬さの様子とか見ながら足したりするかもって感じです。そう、チョコペンでなぞって頑張ります。できるかな、うまく。よし、じゃあ黒からいきたいと思います。きどこからやろう。結構出るのよ。あ、なんかこの子形変になった気がする。意外とクリアファイルがね、プカプカしてきてやりづらいかも。端っこの方なんか重しとか置いた方が良かったかも。形が気に食わない。とかしてる間に固まってきた。ちょっともう溶かしちゃったんですけど、ペンがね太くて書きづらいのとすぐ乾いちゃうので、チョコペンと同量のブラックチョコ一緒に混ぜてちょっと柔くしました。で、爪楊枝を使って書いていきたいと思います。むっつ。最初めちゃくちゃやりづらいって思ったけど、慣れてきました。出ちゃった。でも失敗したとこは取れる取れる取れる。修正可能。できたので下書き外しちゃいます。で、改めて白い紙をね入れると、はみ出てるとことか薄いとことか太いとこ細いとこっていうのが分かるので微調整します。ここはみ出てるなとか、そういうのを削っていきます。これで一旦黒を乾かしつつ、次肌色を作ろうと思います。ホワイトチョコとオレンジちょっと混ぜれば肌色になるかしら。まあ、肌色っぽい感じいってみます。ちょっと足して一回溶かそう。こんな感じで湯煎してます。フライパンにお湯張って、でシリコンカップでこんな感じでやってます。こんな感じでちょっとずつ色を足してってます。こんなもんでいいかな。それじゃあ肌色塗っていきます。ちょい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 。オッケー。怖めっちゃ怖い。麦わら帽子の色が激ムズなんですけど、こんな感じでいいかな。一個塗ってみたら気に食わなくって、ちょっと違う感じの作りました。むずいですね、色。あー、これもそこまでしっくりきてないけど、やっちゃいます。なんか茶色いっぽいとさ、ウエスタンハット感が出てしまうなーと思って。でもなんかこれもちょっと健康な肌色になっただけみたいになっちゃった。気に入らない。どうしよう、気に入らない。黄色だった？黄色買ったっけ？黄色買ってない。黄色買えばよかっただけど、もう戻れない。はい、結局3色微妙に違う色になりました。これでまたチョコ固めます。最後は白のチョコペンで縁取って中を塗っていきます。というわけで時刻は深夜2時でございます。お疲れ様でした。続きは明日やります。おはようございます。今日はですね、今からムー君がうちに来るということで、到着するまでに頑張って完成をさせたいと思います。で、チョコレート、昨日のチョコ固まったかな。ペロッと剥がして気泡が入ってないか心配なんだよね。えいっ。あ、いいんじゃない、いいんじゃない。これでペローン。あ、ちょっとチョコ離れちゃった。あらららららら。あ、でもでもでも、あ、鼻ももげちゃった、持ってかれちゃった。はい、はい、1個目こんな感じ。2個目、成功して、成功して、成功して、マジで頼むから。ハゲた。この子もちょっとハゲた。私これめちゃくちゃ成功する気満々だったんですけど、ここに来てちょっとトラブル発生なんじゃない。最後の1個、最後の1個お願い。出し方が良くない。そっと、待って待って待って、この子に関してはヒゲ持ってかれた。
落ち着いて。チョコペンは多めに買ってある。修復します。なんでこれ持ってかれちゃったんだろう。素材が良くなかったんですかね。ちょっとこういうのやったことあるよーっていう方でね、原因とか対処法とかコツとかわかる方がいたらコメントください。はい、修復できました。なんとかなってよかった。で、どれを使おうかなって話なんですけど、どれが似てると思う？私的にはね、これかこれかなって思ってるの。この子はね、ムックのお兄さんの首細兄さんにちょっと似てる気がするんだよね。で、この子かこの子で、色味的にこっちの方が可愛いからこっちかな。なんか、うん、こっちの方が似てる気もするし、この子を多分メインに使うと思うけど予定は未定。ではでは、飾り付けをしていきたいと思います。うまくできるかな。どっからやるんだ。毎年言ってんな。毎年っていうか作るたびに言ってるな。どうしよう、ノープラン。あ、でも、あ下手だな下手くそ。まあいいや、上に飾ろう。なんかこんな感じでいろいろ試していいやつを使います。クリームがいい感じに漏れたのと入れ物の可愛さでこの子をメインで作ろうと思います。あー緊張する。とりあえずいちご、いちごがあればとりあえず可愛い。そしていちごの前にムー君を刺します。緊張する。いやー緊張する。はい、いいじゃん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 。あとチョコペンでね、ハートの飾りも作ってみたので、これも飾ろうと思います。待って、めちゃくちゃ可愛いかもしんない。え、可愛い。やばい。来た。可愛い。いや、可愛いじゃん。あと別に使わなくてもなんかもうできちゃった感あるんですけど、こういうアラザン、100均でピンクとシルバーの可愛くて買ったんで、これも飾ろうと思います。うん、つけなくても可愛かったな。もう戻れないからつけよう。すぐやりすぎちゃう。はい、できたー。というわけで無事に完成しました。はい、これで準備が整いましたので、ムー君を待ちたいと思います。なんですか。お帰りなさいませご主人様何が始まるの。怖いんだけど。私の格好を見て気づきませんか。え、ハート、ハートハート何ですか。ハートまみれな人ですけども。バレンタインですあ、何バレ…なんか作ったの。おすごい。少々お待ちを。わかりました。これはサプライズですね何作ってくれたんだろう。来ましたよ。お待たせいたしました。読み上げていいんですか。どうぞ。おすごい。え、書いたの。書いた。え、すごくない。テーマは、はい、旦那ラブケーキ愛を重めに作りました。嬉しい。すごい。食べれるのこれ。食べれる。何で書いたの。チョコ。すごくない。なんかマジックで書いたような感じするけど。チョコなの。チョコ。すごい。ちょっとじゃなくてごめん。写真、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 一旦写真タイム。 まずは写真タイム。写真タイム。赤いお皿でちゃんと。すごいですね。これはなんてマフィンだっけ。なんつうんだっけ。マフィン、カップケーキ。カップケーキ。大丈夫ですか。重くないですか。何が。なんか気持ちが。いいアイディアだと思って作ろうと思って、うん、重くねって思って自分でびっくりしちゃって。いやー、いい、嬉しいじゃんこんなんね。よかった、そういうタイプの人で。いやいや、私も一緒に食べたいなと思いまして、ちょっともう一個なんかもう想像できちゃった。何が。あなたの似顔絵があるんでしょ、どうせ。そう思うでしょあ、違うの。はい、目つぶってください。はい、おもれーなー。はい、どうぞ。な、何これ、なんて書いてあんの。愛してる。かわいい、かわいい、こっちのケーキ。かわいいでしょ、うん、かわいい、てんてんで。余ったやつでちょっと遊んだら、結構ちゃんと描けちゃった。でっけえ。大丈夫かな、これ。嬉しい。激重。いや、いいじゃん、素敵じゃんね、こんなんね。かわいい、食べんのもったいな。食べます。いただきますか。いただきますか。じゃあちょっとこのめくって。美味しいかな。美味しいよ。やっぱ愛が入ってます。愛のスパイスが入ってますんで。練習も味見もしてませんので。どんぐらいかかったんですかこれ。なんかすごいかかった。
なんか2時ぐらいまでやって2時そんなかかってたのあなた。で、今日の朝も続きや。ね、だからさっき寝てたのね。もう眠い。あ、出すとかわいい。かわいいね。いただきます。いただきます。うん、うまっ。うまいね。しっとりしてるよ。しっとり系だ。うん、おいしい、おいしい。おいしい。オレンジだ。そう、オレンジ、うん、うまっ。プチプチのやつ、いいね。アラザン好きなの。え、ね、アラザンっていうの。アラザン、私が好きだから入れた。おいしい。愛されすぎじゃん。初めてのお付き合いする前の、うん、初めてのデートっていうのかな、あれはね。あれデート。デートだよね。デートになっちゃった。が、ちょうどバレンタインデーの時期でね。そうだ。うん、前日だった、バレンタインの。そうそうそう。で、なんかチョコもらったんです、私。超ギリチョコで。超ちょっと入った。あ、どうぞみたいな。そう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 。気持ちみたいなやつあげた。うん、で、俺は、なんかわかんないけど、濡れせんべいをあげて、ね。ね。逆バレンタインデーをしたんですけども、それがすごい、バレンタインの思い出が。わかる。私バレンタインといえば濡れせんべいになっちゃった。いや、まさか1年後にこんなに愛のこもった。本当だよね。本命バレンタインでもらえるとは。本命作っとる。てかさ、これさ、さっきサングラスかけてきてたじゃん。うん。似てない？ギャル帽子置いてきちゃった。似てんじゃん。そっくり。うん。かわいい。じゃあこれ食べていいの？いいよ、普通にチョコだよ。いや、もったいな。じゃあ私もこの愛してる。愛してる。いただきます。あんし、あんしくん。あ、大丈夫です。あー、無理無理。あー、無理無理。あー、自分で食べて。あー、自立して。あ、おいしい。うん、うまっ。うまいね、チョコ。うん、このチョコとイチゴを一緒に食べたい。最高。なくなっちゃうけど、さよなら。いや、イチゴあるから。うん、このハートも可愛いじゃないですか。ハートも描いたの。すごいじゃん。描いて作った。愛の味がします。とりあえずバレンタイン成功ということで、いや、もうこういうのはこういうのはもう恥ずかしがらずもう吹っ切った方がいいと思う。もうさよなら。え、これで終わんの？さよなら。みんなも作ってみてね。美味しかったよ。実は私も今日プレゼントをご用意しました。ぬれせんべい？ちょっと持ってきていいですか？うん。何これ？畑で採れた芽キャベツのピクルス。え、すごい。これを昨日作ってましてですね、同じことやってんじゃねえや。ただのバカっぷりじゃねえかよ、これ。